重水亭は、京都府京都市上京区の京都御苑内にある、茶室である。江戸時代後期に、古石家の一つであった九条家の茶会や花会などに、用いる別邸として建てられた、九条家の屋敷建物で、唯一現存する建物である。九条亭以降の重水亭の正面古行十、水亭の主屋内部江戸時代後期の完成年間に、古石家の一つであった九条家の屋敷内に、 茶会や、家会用の別邸として建てられた。重水とは、緑を拾い集めるとの意味で、平安時代の貴族が、新春に草花を摘んだ風習に由来する言葉とされる。また近接する、九条池に生息していた、緑にもちなんで名付けられたともされる。木造、瓦原吹き、一部小倉吹き、二階建てのスキア風。 書院作りで建築面積は1 0 3四平方メートル、一階に玄関、控えの間、広間、駒、広縁、水屋、二階に座敷がある。北、当面の九条池、その奥の東山を借景とする景色が楽しめるようになっていた。明治時代の東京センの後には、東邸と東屋建築面積は四点零平方メートルを含む付近の陰屋敷一帯が、 京都御苑として整備され、九条家の屋敷建物では唯一現存する建物となった。現在では参観目的で一般公開されているほか、茶会や区会にも利用されている。アメリカ合衆国の日本庭園、日本建築の格月館雑誌、月やリビングマガジンの潮祭プロジェクトが選定する日本庭園ランキング、月や生活空間において2007年は23位。 2008年は38位に選出された。2021年4月から2022年3月にかけて約20年ぶりの改修修繕工事を行う予定である。ありがとうございます。